トーマスのキャラクター紹介。今回はミリーです。ミリーは長編第8作、トーマスと失われた王冠から登場する、ナローゲージのタンク機関車。製造は1911年で、車体の色は青色、フランスの出身です。モデルになったのは、ドコービル社製の8069号機蒸気機関車、通称ダバマー。性格は優しくて親切、純粋な心の持ち主でもあります。以前は暗所恐怖症でしたが、ルークと仕事を交換した時に克服しています。仕事ぶりも真面目ですが、負けん気が強く、怒ると怖い面もあります。スティーブンと一緒に、ウルフステッド城を中心に働いており、主な仕事は観光客の案内です。第17シーズンでは、ルークと仕事を交換してトンネルに興味を持ったり、第21シーズンでは、スティーブンが約束を破ったため、ミリーは行方をくらましたり。第23シーズンは、王冠泥棒を捕まえていたりします。のランビー伯爵とは親子のような関係で、スティーブン以上に信頼もされています。ミリーはそれを誇りに思っているらしいです。主役会のエピソードも多い、ミリー。これからも活躍してほしいですね。